全国州評議会は南アフリカ共和国の議会を構成する議員の一つ、西ケープ州ケープタウンにある。法律を検討、修正、修正提案、または拒否することができる。すべての国の法案を検討する必要があり、議会と州議会が同時に立法権を有する機能分野で立法を開始する権限を持っている。 法案のタイプに応じて4つの意思決定メカニズムがある。集略省、EC 東ケープ州、FS フリーステート州、GT ハウテン州、KN クワズールナタール州、LP リンポポ州、MP ムプマランガ州、NC 北ケープ州、NW 北西州、WC 西ケープ州、ナショナルカウンシルオブプロビンセス。 パーラメントオブサウスアフリカ2010年12月3日閲覧 EN コンスティテューションオブザリパブリックオブサウスアフリカ1996鈴7377南アゲッポ南ザイミアフリカ日本大使館日本外務省2020年5月16日閲覧ありがとうございます